世界でのスーパースターは多く、それぞれが独自の輝きを放っています。以前に述べたマリリン・マンソンのように恐怖の道を歩む者や、常に抽象の中で生きるマイケル・ジャクソンのような者もいます。しかし、アメリカのスターは一般的に自分自身の独自のスタイルを設計し、それを一生維持します。マリリン・マンソンのように太ってもそのスタイルを維持し続ける彼らは、自分自身をブランド化しており、数十年経っても時代遅れの感覚はありません。一方、香港のスターはそのような先見性を持っておらず、天皇去勢であろうと新人であろうと、一般的には流行に従って自分のスタイルを変えます。例えば、70年代のベルボトムパンツ、80年代のゆったりとしたジャケット、90年代のパーマヘアスタイルなど、ほぼ例外なく流行に従った装いをします。もちろん、レスリーも例外ではありません。80年代に知った風雲の彼は、今もなお規範に従うアジアのスターです。同時に、彼はカダンとタムエンロンとの競争に飽き飽きしており、激流優待を選択しました。そして映画界に入り、彼の別の才能を見せつけました。春光長江の朝彦、千女幽魂の霊彩神、覇王別のほど超異、当者精読の応用法、春光長者なに宝へ、槍王の立句、井戸空間のロブ石。それぞれのキャラクターは大体不可能な存在です。1996年、レスリーは春光長江の撮影中でしたが、監督が台本を持っておらず、即興で撮影する必要があったため、進行が非常に遅れていました。その時、レスリーは97年に復帰コンサートを開催する準備をしていました。最終的には一時的にアルゼンチンの撮影現場を離れ、香港に戻りコンサートを開催しました。97年のコンサートはレスリーの復帰コンサートであり、これは標準的なコンサートでしたが、後に言われるような演出の土台を築いたものでした。97年のコンサートでは、彼は史上初めて赤く光るハイヒールを履いてステージに立ち、自身の同性愛者であることを公表しました。これは当時のカゴ社会では想像もできないことでした。以後、レスリーは自らの偽りのない人生の後半を歩み始め、彼の歌も大胆に解放され、ベニオンナンなどの曲が徐々に彼の心の解放を表現し始めました。個人的には、2000年の情熱ツアーコンサートはレスリーの最高傑作だと考えています。論争が激しく、当時多くの記者や観客が女性の衣装を受け入れられなかったが、レスリーは影響を受けず、宣伝がなければつまらないと述べました。後に、レスリーはインタビューで、当時の批判的な報道によってファッションデザイナーのジャンポール・ゴルチエが非常に怒り、今後は香港の芸能人との共同作業をしないと述べました。デザイナーのコンセプトは女装ではなく、レスリーが言ったように、女性がヒゲを生やしているのを見たことがありますか？彼は1997年に女性を演じたことを認めていますが、2000年には完全に異なるコンセプトでした。コンサート中、レスリーは長髪を残し、スカートを履いていますが、これらは男女の固定観念であり、欧米では長髪の男性は普通です。また、スカートをよく見ると、これはスコットランドのキルトであり、スコットランドでは男性が着るものです。このような先駆的な服装は、今日でも非常にスタイリッシュに見えます。2000年、レスリーはメインストリームの4面台の枠組みを打ち破り、欧米のステージスタイルを採用し、コンサートを芸術作品に仕上げました。21年後の今日でも、その記録を打ち破る人は現れていません。2000年7月、彫刻は13回のファッションツアー熱上演唱会を開催し、海外でのツアーも行い、最後に2001年4月に交換でのラストステージを行いました。このコンサートの衣装は世界トップクラスのファッションデザイナーであるジャンポール・ゴルチエによるものであり、普通のステージ衣装ではなく、意味や物語を持ったファッションアートの連作です。このコンサートは単なる古典的な曲の再現ではなく、曲をストーリーに編成しました。異なるパフォーマンス衣装は、人生の心の変化を物語っており、レスリーはステージ上で、このコンサートのテーマは、私だと述べています。ここでの私とは、
レスリー自身だけでなく、私たち一人一人が経験する人生の道のりを指します。コンサートの始まり、レスリーは羽毛のついた白い服を着て、長い髪をまとめ、半空に浮かびながら最初の曲、聖母子を歌います。この時、レスリーは円形のベールで覆われており、まるで鳥籠に閉じ込められた天使のようです。歌詞には、雲が半センチ浮かんでいる時、それは夢の中の一生です。一つの夢がもう一つの夢を作り出し、別れるまで一切の痛みを感じません。泣き声や銃声が夢の中の歌声である時、あなたと私はこの夢の中で自由に泳いでいます。生と死の間もまた夢かもしれません。理解する必要はありませんとあり、ここからは夢の始まりであり、夢は生と死が無限に循環する場所であり、人々の悩みやプレッシャーによって縛られ、解放されることができないことを示しています。その後、鳥かごのようなベールがゆっくりと持ち上がり、楽しいリズムが思い出されると、レスリーも徐々に空から降りてきます。これは夢から覚めること、あるいは再生の一種であると言えます。その後、歌われたのは、石爆有害で、この曲は自信、執念、無鉄砲さを示しており、まるで社会に出たばかりの若者のように、彼らは夢と信念を持っています。歌詞には、もし君が私以外では愛せないと感じるなら、もし感慨深いことが愛以上なら、もし君が永遠の愛を称えるなら、ここへ来るな、とあります。その後、レスリーは羽毛のジャケットを脱ぎ捨て、正式に天使から凡人に変身します。その露灰の衣装は目を引き、軽快な身振りと合わせて、若い時の恐れ知らずの心を体現しています。次の衣装は、キラキラと輝くタイトな衣装で、エジプトの要素を含んでいます。この時、レスリーは髪を溶かし、いくつかの快楽的な歌とダンスを披露し、人間性の腐敗と反抗の側面を示します。その熱狂的な歌とダンスの後、突然、ステージにはレスリーだけが残り、少し老けた様子で、罪難地を歌います。歌詞に続いて、夜、天井にはこのシーンがあり、心の中のプロジェクターはいつも閉じられないようにしています。観客を思い出の中に連れて行き、レスリーの映画のシーンが再生されると、ステージは徐々に黒くなります。その後、まるで人生の美しい思い出のように、ステージには美しいギターの音が鳴り響き、レスリーは髪を束ね、黒のタイトなシャツと黒のネクタイを身につけ、下半身はスコットランドの短いスカートを履き、素足で登場しました。彼は1977年の歌唱コンテストに参加した際の曲、アメリカンパイを歌い、新鮮で優雅な雰囲気を与えました。一連の優しい民族音楽に続いて、レスリーが独自のセグメントに入りました。ステージ上での衣装の着替えが行われ、観客は黒い影を通じてレスリーの着替えを見ることができ、短パンを脱ぐたびに、会場の観客全員が興奮して叫びます。かつてレスリーのバンドのメンバーだったパトリックは、レスリーが時間を稼ぐために衣装の着替え時間を演出に組み込んだと述べ、現場の観客が演出が断続的に感じることを避けるためです、と語りました。衣装の着替えが終わると、コンサートはクライマックスの段階に入り、レスリーは再び髪を解き放ち、光り輝く赤いスーツと金色のシャツを着用し、まるで炎のように眩しい姿で登場しました。そして、大熱という曲で全てを頂点に押し上げ、これは全体のコンサート、パッションツアー熱上に覆えるものです。光を象徴する炎が最高潮に達した時、突然、全てが再び暗闇に戻りました。まるで夢の中での循環のように、再び夢の中の思い出に飛び込んだようです。その時、暗闇の中で一群のダンサーがステージ中央に集まり、突然、赤いハイヒールを履いた足が群衆から浮かび上がりました。観客はこのハイヒールを見ると、97年のコンサートを思い出し、同時に、ベニという曲のメロディーが響き渡ります。観客の期待に応えて、全身黒のタイトな服を着たレスリーは、カメラを持ち、ステージの階段から一歩一歩降りてきました。髪を解かれ、額には悪魔のようなマークがありました。レスリーは以前の純粋で高慢な天使から、人生の頂点を極めた後に徐々に悪魔化していったように感じられます。
最後の曲、バイトおかずで自らを暗闇の頂点に押し上げ、レスリーは魔王のような赤いローブを身につけて、ゆっくりとバックステージから出てきました。王者のような雰囲気が漂い、ジャンポール・ゴルチエの衣装デザインを称賛せずにはいられません。どの衣装もレスリーの気品を完璧に引き立て、一貫したストーリーを表現しています。人生が最初の純粋で高慢なものから、次第に反逆的で執着心を持ち、そして悪魔化し、王者になっていく様子が、奇妙なカウントダウンのリズムに従って描かれます。2928A 君 B 君 1918C 君 D 君 4321。 そして再び夢から覚める。バイトおかずの歌詞のように、最終章、今日が最後、次の生を期待する必要はない、救いを待つ、お互いを呪わないで、もう力は残っていない、君と一緒にカウントダウンする、生、良い、夢、死、どれも良い、永遠の国を見つけることはできない、抱擁することが良い。ここで完璧に最初の生無視と呼応し、一つは夢の中で生きる天使であり、もう一つは死を待つ悪魔です。天使から悪魔への道のりが完了しました。しかし、全てが終わったわけではありません。これら全ては夢のようで、ファンの歓声に伴い、レスリーは再び目を覚ましました。彼は人生の重荷を置いて自分自身を取り戻したようで、タンクトップとジーンズを着て、楽しい音楽に合わせて絶え間なく祝福して、まるで大規模なパーティーのようでした。祝福の後、ステージの照明は徐々に柔らかくなり、レスリーは再び髪を巻き、堅実で優雅なスーツを着て、人生を振り返りながら共に過ごすという曲を歌い、涙で演奏会を終了しました。しかし、ファンのアンコールの呼びかけに応じて、レスリーは白いバスローブを着て再びステージに立ちました。この時、ステージ上にはレスリーだけが照らされ、非常に質素で清潔でした。彼はまず、このコンサートのテーマについて観客に話しました。それはただ、私の一語です。すべてを経験した後に自分自身を取り戻し、あの華やかな装飾を脱ぎ捨てた時、それが本当の自分であり、本当の私であると彼は言いました。その後、レスリーは再び私という曲を歌いました。その歌声で、ファッションツアー熱情演唱祖全体を締めくくりました。熱情演唱祖の準備から公演までの詳細について、レスリーは非常に真剣に取り組みました。特にバンドのリハーサルごとに、彼は20分前に到着し、すべてのバンドメンバーは遅刻することを恐れました。レスリーのバンドメンバーであるアンソニーは、その中の一つの場面を覚えています。一人のアシスタントが前の夜遅くまで遊んでいたため、最終的に遅刻し、レスリーが即座に彼を解雇しました。そして、中国の南京ステーションでは、レスリーのパフォーマンスへの執着と熱意がすべての人を感動させました。その時の会場の気温は摂氏4度で、湿度が高く、バンドメンバーは皆寒さを感じました。しかし、そのような寒い天候の中でも、レスリーは厚い服を着ずに耐え、ステージ上でノースリーブで立ちました。これにより、すべてのメンバーはかなり驚きました。彼が最も苦労した公演は、中国の昆明ステーションでした。当時、コンサートはスポーツ場で開催されていましたが、会場の規則では、芝生に椅子を置くことはできず、ファンは観客席に座るしかありませんでした。したがって、レスリーはこのアレンジに非常に不満であり、リハーサル中にマイクを壊してしまいました。その結果、レスリーはバンドメンバーに音楽を録音し、演奏中にゴルフカートに座り、イヤホンから音楽を聴きながら歌い、バンドメンバーはステージ上で演奏しているふりをしました。巡回演出中、レスリーは常に長髪で姿を見せ、そしてスカートを着用して登場します。当時の社会では、この中性的な服装が多くの論争を巻き起こし、一部の国々にとっては受け入れられないとさえされました。例えば、中国やマレーシアでの演奏では、短髪でしか舞台に立てなかった。なぜなら、一部の国では長髪の男性がテレビに出演することが許されなかったからですが、これは性差別に当たるのでしょうか。しかし、
90年代にはマイケル・ジャクソンもクアラルンプールで演奏しましたが、彼もまた挑発でした。デスリーがそれを行えなかったのはなぜでしょうか。香港の歌手にも待遇の違いがあるのでしょうか。様々な困難を乗り越え、ついに認められることとなり、日本でのライブ時には香港が特別に彼に賞を授与しました。2000年の四大大賞です。明らかにファッショナブルな衣装でしたが、当時は女性の服装とみなされていました。男性は短髪でなければならないのでしょうか。スコットランド人以外の男性はスカートを履いてはいけないのでしょうか。アジアの保守的な考え方が革新を妨げました。デスリーが洗礼を作った後、多くのスターがこの境界線を破り始めました。デスリーはまさに赤い蝶の歌詞のようです。少しでも私を愛したなら、認める必要はありません。私が箱か命だと気づいたなら、目を閉じてください。心の奥で泣いている私を聞いたなら、驚かないでください。一心の血を振り払うのは難しいですが、赤い蝶になるのです。デスリーは理解されないその赤い蝶であり、私たちはこの勇敢で誠実な王者のスーパースター、デスリーを永遠に忍びたいと思います。ここまでお読みいただき、デスリー、デスリーちゃんを共に追悼しましょう。